ジャンナビリーチ、スモ。プロ雀士もやっている本格派オンライン麻雀ジャンナビ。あいまん。はい、3回目ですね。親がエイトさん、ドラがリャンソーです。1枚いくの、うん、結構似てますよ、よく言われる。私朝どこがって、なんか分からんけどいい形だな、ね、みんな良さそう、うん、さあ今回はみんな良さそうですね。はい、ヤンソーさんペーポンでいいシャンテン、いいパーピン引きました。ヤンソー、ヤンソーはね、ドラとドラのシャンポンなんで、あのまま行きますかね。でも誰も持ってないですよ。はい、誰も持ってない。リャンソー誰も持ってない。うん、まあここはお、何のこいつとして、おしゃれなんが一枚ゲーですが、まあやっぱりシャンポンシャンポン3種類にするぐらいなら伸ばした方がいいっていうことでしょうね。なるほど。はい、エイトさん老朽ピン、そしてカンデアンゾのテンパイも入っています。あ、キューピン危ないが、言いそう。行く、あ、行かない。言いそう。言いそう。ちいそう。さあ、ちいそう。リャンウソをもう使い切ってっていう感じで、しばらくは押してみようって形ですかね。親相手、なかなか勇気いりますけど、でも、安牌ないですからね、全く。安牌ないときってもうまっすぐ行った方が、はい、ね、あ、まあリーチ入ってないものとしていくか、なんか最悪ここ切らないようにいくかっていうどっちかと思うんですけど、まあ最悪切らないようにっていう感じで言ってますかね。さあピンズが伸びて、ジュン、さあ俺のジャンソーさん、天敗復活、三蔵短期、三蔵ピンは現物か、うん、中筋か。さあどうする。さあこれは関数層に取りました。さあ数ピン、数ピンなかなか止まらない。三蔵が通って同層が通しやすくなりましたかね。ああ、うん、さすがにもうやめる。ああ、やめました。もうローキューピンもあと1枚だけですか、ローピンが。うん、さあエイトさんも、あ、エイトさんじゃない、ごめんなさい、ポンタさんもなんとか形残しながら粘ってるんですけどね。切りやすくなってるんで、どちらかというと、勝負するんだったら3ピンの方切りそうですけどね。でもこれ、はい、シートイスの方向に3ピンもかなり切りづらいとは思いますよ。まあ切りづらいでしょうけどね、はい、サブ6キューピンの筋全体的にはもうサウリが積もれるか、あと1枚、うん、さあウーピンが通ったことでもうなおさらサブロッキューピンリャンウソっていう感じになってきましたね。リャンウソはまだ残ってるのかな。三蔵はワンチャンスか、ワンチャンス、うん、では、まあ、まあリャンピンとかイーピンとかね、はい、漏れない究極かな、うん、さあリャンピン、まだ1枚いますね。はい、はい、流局ですね、流局。ああ、ここに来ました。はい、流局は1人転敗、はい、俺のジャンソーさん、いろいろ受けの選択肢はありましたけど、当たり牌はね、しっかり止めてて ね、はい、うん、強いな、ね、ね、みんなしっかりしてる、みんな上手ですね、レベルが高い。裏が9ピン、
うん、またいいぞこれ。血は統一系。お。ポンタさんはトンがあんこ。みんなまずまずかな。まずまずかな。デイトがやっぱり、うん、いいですね。これ今のパーソーでも大手。かなり早い。大手。はい、チートイの3点にまでなりましたね。うん、一色行きたいけどもう、はい、あ、9ピン取られた。ドラ9ピンですからね、なかなか。いかないですね。はい、いかないですね。うん、これウーソがここにあんこっていうことは、後継になりにくいかもわからないですね。もしかしたら。チソコテ。いい貫禄が入る。はい。みんないい。またスワンコ。おお、スワンコ。おさあこれはランドギリーチですね。はい、はい、同級走キューピンかな。一発、はい、リソクイペコハネマン、リソクイペコドアさん、はい、日本馬ですね。日本馬ドラが三走、まあ、形からいくとスワンコイーシャンテンで、はい、仕方がないっちゃ仕方がないですよね。うんうんうん、あの形で持ってるとね、やっぱり8、6って引いたくなりますもんね。うん、8を引っ張りたくなくて、じゃあオープン、うん、すごい小手返しめっちゃ早い。高速小手返しでしたね。すごいテクニックがありますね。私できないんですよね。あんだけ速いのはできないですよ。私普通のスピードもできひん。低気温な人じゃないとできないんでしょうね。うん、うん、そうかな。あんなに速いのは多分気温じゃないとできないですけど。今テンパイ入りましたね、ポンタさん。さあこちらもテンパイ完了ぞ。あんだけピンズから言うともソーズに店に行ってますね、完全に。はい、で E1 を拾おうっていう。そうね、うん、切りにくいテクニカル、はい、まあソーズだけ警戒させておいたら E1 は狙い目です。さあこれはリーチだ。これはリーチ、4パソ強い。 E1 が、うん、うん、さあどうする。鈴そう、うん、行きましたね。急ぎリーチか。急ぎリーチに対してはスーソーの方がいいですね、チーソー。なるほど、あ、これで上がりとなりました。年品、はい、ドラドラドラ。はい、トン2曲、親が俺のジャンソーさん。ドラが3走です。うん、あ、いいですね、すごく。なんかエイトさん以外いい。うん、エイトさん以外。まあでも展望持ってるんでね。はい、そうですね、貯金があるからサオリは。はい、うん、数ピン切る仕掛けましたね。はい、旬をポンしました、俺のジャンソーさん。あ、ここはかわし手ではないな、ごめんなさい、花2枚抜いてますね。はい、おマックスと一緒みたいな。あ、ウーパスとなりましたね。もうこれは6000の転売パーソーだと6000、親ですかね。あ、親か、ごめんなさい、はい、8000か、これウーパスをポンタさんからも出る可能性ありますね。さあエイドさんちょっと悪すぎて今回はやめ気味ですかね。これはポンタさんがどうするか。完了そう嫌う、うん、まあ無理せず安全な牌打ちつつチートイスで粘ろうっていう感じじゃないですかね、これは。よっ、
シート打つになるかな。数ピンは切りやすいですが、うん、うん、いらない。これで数ピンウーピン切れますが、なんと縦は切りにくいのかな。9番が1枚家、つもぎりですね、うん、はい。さんもチートっぽくなってきた。あ、つもりました。満貫ですね。はい。6000オール。一本場になりました。ドラがペイ。エイトさんが、エイトさんが結構まとまってましたよ。ほんとしっかりしてますよね。なんかやめるとこやめて、はい、押すとこ押して、うん、初いい酸素入りますね、うん、ヤンピン赤いプロの兄になってユミって呼びたいそうです。私のお兄ちゃんはサピンですからねここはストレートに、おや、兄さん、兄さん、さあ、いいシャンテン、いいシャンテン、こちらもいいシャンテン、これ泣けるみたいな、ね、うん、巡りがいいですね、はい、巡りがいい、まあ、パーピン出るのはもう自然ですからね、今のは、うん、ピン嘘、どっちも真ん中やから厳しいかな、はい。まあ、出役はここまで来たら2フードしちゃったらあんまり関係ないかなって感じです。どの道、ね、警戒はされますし。さあこれでチーピンポンでジャムピン、はい、ポンタさんもまだ行きますね。スーピンカン、カンコロリンシンドラがリャンピン、あおっと、スピン、ね、うん、まあ当たってもおかしくない動作をどうしましょう。いくんちゃいます、張ってるし。スーピン、3ピンって落とす気なんですかね。うん、まあ自分の手がちょっと安いんでね、うん、ただまあこっから折り切れないと思うんでどうするかですけど、9-1、9-1で回すか。9-1、へえ、ローソーが嫌なのか。3ピンも通って、これでポンタさんかなり行きやすくなった。うん、張り直した、うん、張り直したというか、買い逃したというか、あ、強い白 1,2,3,4,5、 うん、9000は1万オールか。はいはい、サッピンのお兄ちゃんは優勢さんじゃないもういるから無理や。いますね、変わりますわ。でも優勢さんも麻雀強いのですもんね。ドラがスーピン、まだまだ、え、いや聞きますよ、お兄ちゃんってお兄ちゃんの方が強いって聞いたことあるから誰やそんなこと言ってんすな。え、結構聞きますよダブトンアンコですよ。ダブトンアンコ、うん、乗ってきてるねえ、うん、レジャン、ポンタさんちょっと苦しいですね。本田さん苦しいかな、うん、うん、あ、ポンタさん残り8000点、うん、ちょっと親の後手に回ってますしね、はい、親の満貫でも飛んじゃいますね、もう日本馬で、うん、はい、ポイントになるところがあまり入ってきてないですしね、うん、親がダブトンし 早いというか上がれそうな感じ。これは何切る？まあ砂の二三層。三層。三層ポンテン入りますね。はい。切ったら。切るかな。まあ満貫でいいですからね、ポンテン取ると思うんですけど。ね、これはポンテン取るでしょ。取るでしょうね。ここでパスを、うん、一
旦出ない形になりました。さあパーソンもポンテンですね、スチーピン、スチーピン巡りがいいですね、うん、そう。さあこのスーピンは出ないが、で安蔵切り、さあペン三品天杯、ちょっと間違悪すぎる。でもイコンちゃんまたドラ3やし、いやドラ4か、うん、いいピンでアッピン、さすがにね、上がれそうな気はしないでしょう。もう3枚見えですからね、ドラ4。あ、3枚見え、それやったら私もさすがにリーチしないですよ。いやいや、赤木さんやったらリーチしないですよ、これはしませんよ。いやいや、赤木さんやったらリーチしない、しない、いや、する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 、何枚切れか見ずにリーチしてるわ、ね、そう、してるしてから気づくかも、あ、やったもんかみたいな、そうそうそう、でもまあ1枚あれば上がれますから。またペン3品、ただこれで4品切って、うん、この後どうやって回すかですね、これ。いや、もうでもスーチーピンは切らないでしょ、うん、切らないと思うんですけど、さすがに、フリテン、フリテン、フリフリテン、まあ、スーピンにくっつけるしかないでしょうね。スーチーソンも打ちづらいと思うんで、今スーピンもしくはチーピンにくっつけば、うん、9ピンパーピンとか、あ、はい、これが宝珠ですね、はい、ラブトン3つ仕方ないですね、うん、まあどっちかというとスーチーソンの方が危なく見える川にはなってましたね、うん、最終的には。そうですね、ブレジャンさんがちょっと抜けた感じかな、ちょっとだけ、うん、ノータイムでリーチ打っとったかな。リーチ好きな人となんかあんまりしない人って本当分かれますもんね、なんか、うん、加藤さんあんまりリーチしないんじゃないですか。そうですね、うん、まあまあ結構手役派ってこと。いや、どうなんだろう、まあ、状況によると思うやけど、うんうん、あんまり愚形です。あの早いリーチっていうのはしないかな。はい、はい、なんか7とか8って上がれそうな気がするから、2とか3とか。何が意味がわからない、7とか8とか2とか3って全部やんか、ほぼカンちゃんのペンちゃん、でもその端っこ裏辺はペンチーピンとか上がれそうな気がするの。そうそうそう、え、ペンチーピンはせえへんけどペンチースはする、なんかチースは意味がわからない、なんか想像の方が上がりやすいんですよ、絶対わかる、わけわからない、いや、ほんまです、飲んで、赤井さん飲んでるって、いや、水水いや、これ焼酎の水割り、大悟焼酎の水割り、意味がわからない飲んでないですよ、まだ飲んでない、日本酒です、あれ。これ、はい、日本酒かもしれへん大丈夫、飲みながらやっても、はい、ウォッカ、ウォッカみたいなのは飲まない、今日終わったら、うん、飲みに行く行くんだ、何知ってるとことん飲みますよ、今日も。うん、朝瓶、うん、グラブってた、グラブってない、グラブってずっとしとった横で、モンタさん、ちょっと、うん、ね、ちょっとね、ちょっと意外なというか、出遅れでしたね、うんうんうん、出遅れたけど、でも強いから絶対後半戦巻き返してくると思う、ね、うん、大丈夫やと思いますよ、うん、早かったですね、早かったですね、この3回終わるの、なんか早かった、スピーディーでしたね、うんうん、連チャンがなかった、はい、うん、じゃあ選手の方が戻ってきてくれたのね、はい、はい、じゃあポンタさんお願いします。グラブルっていうのは、なんか朝ピンが横でゲームずっとしてるという携帯ゲーム、そうそうそう、今もずっとやってました、はい、はい、はい、あ、どうですか、いや、苦しいですね、強いです、いや、もう周りが強いです、うん、ちょっとでも、ね、手格好から言っても後手踏んでる感じが、うん、ね、後手後手に回って、うん、で、リーチかけて上がったら裏ドラ乗らないし、乗らへんし、そうですね、ね、さあ、どうしましょう、後半、いや、もうトップ取るしかないんでね、もう一、うん、あの、かと思ったら、はい、攻めていきたいと思います、はい、攻めていく、はい、うん、飛びを恐れず、でもなんかみんなほんまに強かったですよね、止めるとこ止めてね、レベル高かったな、あ、小手返し、超高速小手返し、びっくりした、くるくるって、あれって練習してるんですか。いや、練習はしてないですよ、え、勝手に、めっちゃ早かったですよね、あれできひん、いつの間にか、もう一回してくださいね、後半もくるくるって癖なんでね、癖なんでめっちゃ早かったね、はい、じゃあお店の CM をもう一度お願いします。
さっき言ってなかったんですけど、はい、2、3ヶ月後に、天満の方で、ポンタ2号店を出すことになりましたので、正確な日にちは、ね、まだ決まってませんけども、はい、もしオープンすることになりましたら、ぜひご来店お願いします。はい、はい、天満店行こうかな、私もお願いします。なんかね、さっき天満のお店さんあったような気がしますけど、ライバルね。なるほど、すごい素晴らしいというかね、おめでたいことですね。2号店後半なんとか頑張って巻き返して、はい、頑張ります、はい、ください。でポンタさん自体は NGK の真ん前、ほんと真ん前ですね。もう真ん前ですね、今、はい、今ありますね、通ると。僕も帰り道よく通るんですけど、帰り道通るやったらちゃんと行かないと、遊びに来てください。怖くて、ちゃんと、そこまで言うたやったら寄らなあかんわ。怖くてちょっとって、はい、怖くないし、全然めっちゃ興味し、なんか常連さんほんま優しくて面白い人いますよね、うん、みんな、いい人なんで、そう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 、絡んでくれる結構。はい、はい、本田さんにぜひぜひお願いします。ジョルプロの方もね、月に3回ぐらい、そうですね、はい、来てるのでお願いします。じゃあ後半巻き返してください。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。はい、では続いてはエイトさん、お願いします。あれ何しに来たん、あれ何しに来たんでしょ。なんかいつの間にか打たされてるんですけど、あんだけ行く気満々の言うことを言うといて、なんで僕は打ってるか意味がわからない。うまかったやん。え、うまいやん。そこら辺なんか意外に卒なくっていうか地味。あ、お前打つらへん。え、いいの。めっちゃ地味でしたけどね。いやいやいや、うまかったよ。なんもしてん。いやでも普通にね、安定して強いですよね、サーディーさん。悪い時はちょっと見直したわ。あ、そうですか。ローソン、ローソンはね、ローソンね、でもサオリ強いってよく、あのローソンさえ売ってればもう結構ね、ああローソン打ちにくいよね。ね、確かに。なんか両面ソースでしか残ってないんで、まあ無形率も全然あるから難しいですけどね。まあまあ。はい、じゃあエイトさんの宣伝がっつりしてください。ね、ポイントがあっただけに。そうですね。行きにくいっちゃ行きにくいよね。そんな感じでしたね。はい。はい、後ろに貼ってもらってますね。はい、エイト祭り。持ってきた。僕やろうと思ったんです。そうですね。あるんですけど。はい。はい。あ、どんどん貼っとる。そこ映らへんのちゃう。映る。大丈夫。お願いします。はい。そうですね、毎日おいしいランチが無料で提供ということで、はい、そうですね、フリーのお客様ですね。フリーのお客様は、おいしいランチいつでも無料でやってます。特に日替わりランチ、有名で、もういろいろおしゃれな料理を、うちの女子マネージャーが作ってくれてるんで、ぜひお願いします。はい、あと、8の日は、まあ、女流プロが来店したり、特製のお菓子が出てきたり、手作りお菓子が出てきたりやってるんで、8の日は特にお得なんで、よろしくお願いします。はい、はい、食べてそれは美味しいから、ちょっと太ったんですか。はい、ます。違う。なんかね、みんなどんどん、もっと前を知る人は見るたびに太っていくってみんな言ってるんですよ、僕。なんか超えましたよね、ちょっとね。はい、ずっとそんな体型じゃなかった。後半ずっと、そう。後半どうなの。後半は、僕がなんか打つことになりそうなんで、はい、そのまま、はい。ただ、なんか全然手応えがない。地味本当、手も入ってないし。いやいやいや。いやいやいや、ハイパーそんなに悪くなかったよね。まあまあ、ただドラゴン。ちょっと軽めでね。はい。はい。真面目の裏さん大きかったね。あ、まあそうですね。あれ突破になってくれたから、一応宣伝祭トップ取れたっていう感じなので。はい。じゃあ後半戦は頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、続いては俺のジャンソーさんですね。現在1位ですかね。はい、めっちゃエイトさんの宣伝貼ったままの。はい、はい、いや、うまくいったうまく感じですか。はい、はい、序盤は寄ってきたんで、序盤ずっと染めての手配ばっかり来てて、そうですね、はい、なかなか見逃らなくて空想でしたけど、最初の数アンコ上がりたかったです。ああ、確かに確かに。ドキドキしたんじゃないの。ドキドキした。可愛いですね。ドキドキした。最初やし。最初やし。赤井さんがドキドキしてました。いや、違う違う。私めっちゃ2頭って言われた。なんか弟みたいって言われた。弟。ちょっと2頭かな、顔。似てます ?2 頭、分からへん。なんか似てるって言われた。はい。じゃあ後半もね、頑張ってもらいましょう。はい、お店の。宣伝をお願いします。東大阪の近鉄長瀬駅の近くにあります。またぜひ近くに来た方は立ち寄ってください。お願いします。結構なんかこうね、あのおとなしい感じに見えるんで、ね、あの二人相手にちょっとこう圧倒されるかなと思って、全然ね、普通に。全然普通に強かった。ちゃんとしっかり止めるとこ止めてほしい。ガンガン行きますからね、僕。いや。見た目より強い。そう。いや、本当に。見た目あんまり強くなさそうやけど、強
かってびっくりしたもんね。じゃあ後半もね頑張りましょう。頑張ってください。ありがとうございます。失礼じゃない。いや本当に本当に。はい、いや強かったよ本当に。強かった、うん。レベル高いから見てて楽しい。はい、じゃあねちょっと10分ぐらいかな休憩をね、はいはい、取ってからまたね再開しますのでこちらをご覧になってお待ちください。はい